はい、大チャンネルです。今回はドラゴンボールフュージョンズ続きやっていきます。6層で残るドラゴンボール2つの創作行ってみたいと思います。次は何の敵がいるのかな。まずは小型ナイトですね。広いなぁ。他の外装よりも岩が広いので、回っていこう。パスに行けば反応が出るはずですよね。あれ、こっち端っこにしてもないってことは真ん中の方なのかな。飛んでいこう。上の方、これで円魔球のところまで来てるけど、レーダーはまだですね。どこにあるのかな。なんか端っこにあったりとか、カタンシティは中にあったりとか、いろいろありましたけど、今回の場所は、あ、まだ出ない。ってことは、どっちかのところに回った方が早かったような感じなのかな？出ない。どうだ？こっち側？反応まで出ないですね。あれー？もうちょっと探してみたいと思います。どこだろう？ドラゴンボールハンド発見しました。なんかいる。お、ジャリンバだ。何あの大きいの。ドラゴンボールの反応、あそこからだよな。あのお手玉してるのドラゴンボールだよね。残り両心中と右心中だと思うけど、はい、ドラゴンボールで間違いありません。ジャリンバ。あぶよみたいなやつだな。じゃねば。おーい、ちょっとその玉を貸してくれないか。じゃねば、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 じゃねば。なんか楽しそうだな。じゃねばって言われてもな。じゃねば、じゃねば、ずっと言ってる。ちょっとこっちに来たわよ。何言ったのトランクス。来ちゃった。お、でバトル。ジャネッパを倒せ。よし、倒しましょう。ジャネッパ、ジャネッパ。わー、高い。2万円と3万円にアガードされてる。おー、いいよ。そして大きいですね。あ、ピッチ入った。オッケー。次はパンちゃん。あ、先にこっちが来る。あ、超三点能力を持っている。なんかいろいろ落ちてくる。お、確認してみましょう。耐性を持ってるとなると、あ、雨降らしと、HP が中程度回復する。持ってますね。マネか、技マネを持ってるっていうことは、ちょっと、怪しい感じがしますけど。基盤とかから、止めていきますよね。HP 使いたいですね。HP をやりたい。お、回復性はやっぱりちょっと辛いです。で、トランクスも。カットだ。いけー。オッケー、リスト。サポートアタック発動。意外と硬い。わっ、また、雨降るんだ。なんかいろいろ、羽が落ちてきてる。次は僕。カットで、リスト。サポートが。4-3-3で、でもまだ2万から、あ、やっと2万切りましたね。おー、早い。また必殺技で叩こう。よし、ハメハメハ、大ボタン連打。よし、返せー。さあ、こう。オッケー。あ、ニューライトした。
で、戻ってきてる。次は、ゴテン。必殺技が打っているから、行きましょう。ケイティブラッシュ。クリーンヒット。これは、ダメージで引っ込めますね。どこまで伸びるかな。いけー。お、入って入ってる。おー。7320。いい感じ。次に、私。ね、必殺技がいけますね。ダメージバースト。え、わー、ガードされた。何で必殺のエナジーバーストが。これは、だいぶ。あ、2115。入らなかった。めっちゃ入ったんね。乙女バースト。あのくらいとかが、単位点だからあんまり近づきたくないんですけど、しょうがない。ただちょっと、マックステージの後、もうちょっとで半分。オッケー。1237。次は、向こうだ。うわー、また来たー。珍しい。今回は叩けないですね。半分ぐらい。行ってしまうから結構きつめですけど、それと一緒に HP の回復も入ってますね。じゃ、ここで。よし。大規模だ。ウィンガーソーは飛んでた飛んでた。オッケー。で、戻ってきて、向こうか。うわ、回復してる。ガード成功。攻撃で。当てていこう。うわ。あら、すごい。ちょっとばかり。110。こらえましたね。よし、じゃあここで。必殺技？レーシングラッシュ。あ、ガードされてる。おー。マキシミズが溜まってきてるから、マキシミズもそろそろですが、HP の回復が入ると結構、マキシミズも辛いですね。ただ、早くなっちゃうから、うん、マキシミズ使っちゃおう。え、オッケー、行くぞー。ミッキーをダメージ量を満タンするようにしたいと思います。ちょっと、あ、ちょっと量産できるかもしれない。おー、でもあと7秒。合計60まで来たいですね。これが、あ、60は行ってる。よかった。よし、どこまで行ったかな？ 4000 ぐらいか。あー、先に向こうが来る。回復してる。あ、でも1万だから、ちょっとずつは、できてますね。まず、2万で行った。ウィンガード続出だ。うわぁ、マキシビーガーはやっぱり近くに落ちちゃうから、一発が辛いですね。で、戻ってきて、また向こうの攻撃。あー、戻ってきてる。うわ、当たる当たる。トランプとか飛んでちゃった。よし。次は？トランプ。あ、5点か、日記的に。あ、その位置からか。この針が届くけど、外に出なさそうですね。ポジションクラッシュかな。よし、ヒット。よし、最後。あ、ここね。あ、パンパンに弾いてる。あ、見てくるな。なんか良いやり方がありそうですけどね。一気に詰めるしかできないのかな。じゃあここに来て戻ろう。よし、パンちゃん。あ、私が先なのか。呼ぶ。お、奇跡の必殺技いっちゃおう。はい、クリスにパンちゃんですね。よし、飛んだ。
オッケー。ティファニーちゃんも必殺技外に出しちゃいたいですね。はい、ヒット。ボーターが切り抜いて、このダウンと攻撃の瞬間が後ろにならなかった。わー、回復してる。マジ、キムハメハだ。キムハメハー、ウンダルを撃って、よーし、当てた。うわ目の前、あ、向こうが早いんだ。わ、ゲームゲームてきり、なんだ、すごいな。うん、ここから行っていこう。ヒット。みんなでサポートが入って、よし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 、これで大丈夫ですから。次、トランクス、どういうことバスターラッシュ行きますか。よし、ヒット。ちょっと出るかな、リバイトを避けたい。お、バスターラッシュ、ちょっと削ってますね。よし、あ、飛んでた、やった。これでまた攻撃の順番が後ろに行くから、あー、でも早い、すごいな。わー、ティファニーちゃん必殺技で一旦回復しよう。トランクスを回復させて、オッケー。今までの中で一番強敵な気がする。被弾が来る。わー、オッケー。まだ打てないから時短にしましょう。はい、一応スポートも発見して、お、ハンジ入る。よし、いけた。ですぐみんなの攻撃が来るので、ここで私の立ち位置からするとカメラが飛んで行かなさそうだな。よし、同じダイソ。よし、今回はヒットだ。よかった。で、みんなで攻撃。行くぞ。行けー。オッケー。オッケー。そしてみんな次々来るので。すぐに手を出す。お、ヒットだ。この時で、おー。うわー。おー。僕で、バスターラッシュか。ギャラクト、うん、バスターラッシュかな。バスターラッシュ。なんでしょう。ちょっと続く。次に悟空、ハメハメハしたいけど、おー、レインだ。いや、ハメハメハしたいかな。本当は外に出したいですが、攻撃者と出ないんですよね。で、向こうの攻撃になっちゃうから、やっぱりここで回復が入ってしまう。うわー、あそこに出ちゃった。インナーアウト。次の攻撃までの間にマスターさんを見て、うわー、悟空がまたインナーアウトしちゃった。戻ってこよう。よし、ここ、キャンちゃん、必殺技で止めた。アウト。ボートが返して、またまた削ってくって繰り返してしまってる。よし、オッケー。ここで決めていきたいんですけどね。あとはもう、ドライビング、レンジングマッチを、あ、クリフトだ。
お、これルフィ頑張れ。ここに行こう。発信まで見つける。よし、ここで2人攻撃が入るんで、あー、カメハメハしか打てないかな。サポートも入って打ってしまうよ。オッケー、ちょっと、ちょっとしか飛ばない。ちょっとフラックス救助は使えないかな。バスターラッシュラッシュ、あ、うわー、ガードされちゃった。ちょっと減らしたんですけどね。うわー、ダイスボール、うふぅ、ダイスボール、よし、ダイスボール、ダメだ、ダメだ、負けたくない、うい、あったか。うーわー、また向こうが早い。これまた必殺技で、カメハメハで叩こう。カメハメハ、なんだかんでんだら。よし、負けた。おー、またカメハメハだ。エンドカメンだ。今回ね、もういけた。でもすぐに回復みたいになってしまってますね。ダメだ、あった。え、ちょっとだ。この人からエンドアウトさせられるような気がする。え、ちょっと削れるかな。お、完全回復。クリンクアウトで元に戻ってるので、みんなで攻撃ができそう。必殺技、よし。今カラーが落ちてるから回復。全然ブラッシュだ。オッケー、次は？よし、こっちはいい。もうちょっと危ない。あー危ない。マキシフィーゾー1万円ぐらい。1万円だ。勝てる。やってみよう。なんか敵がどこまで敵とか入るかな。な、40。あ、こっち行った。こっち行った。行った。今度63かな。お、やったー、ちゃんと時間がかかったけどできましたね。回復、ビビってちびるんじゃねえぞ。よし、ダブルエナジー、マキシフィードプラス、ん？お、達成。くれるかな？これで2個もらって7つ揃いそうですね。ん？なんだ、小さくなってくぞ。ん？スーパーザメンバーになってる。なんだか怖そうな感じになったわよ。お、あった、まずいぞ。ねえ、お父さんどうしたの？あ、魔人ブーム来てる。え、魔人ブーム？完全に消したってなかったんだ。あ、なんか嫌な予感がする。え、何者かよっていうんだ、この2人は。なんか話してるみたいだけど、一体何を。え、あ、やっぱり。いやー、日本が来た。これはラメング。
まったぞ。怖っ。だわよ。敵に残らず完全に消滅させないと。次回ジャネンブーとの戦いとっても強そう。え、これ勝てれば2つドラゴンボールゲットできるのかな。ということで、次回も頑張っていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you。